ていただき、お帰りの際にスタッフにお渡しいただきますと、もれなくオリジナルトーマスステッカーのプレゼントのあるスタンプラリーもございます。どなたでもご参加いただき、もれなく差し上げておりますので、ぜひとものご参加をお願いいたします。またトーマスの写真をご投稿いただきます SNS 投稿、またフォトコンテストも開催しておりますので、こちらも続いてご応募くださいませ。という形でございます。はるばるイギリス都道島から皆様のために原鉄道模型博物館に来日のへ投稿しております。皆様手を振っを抜け、右側に走行中の電気機関車、原信太郎の原模型、スイス BLS ゼロンシンクロン鉄道 AE856 型電気機関車でございます。機関車の先頭にはカメラを搭載しておりますので、周りでご覧いただいておりますお客様の姿や走行するヨーロッパの原信太郎が1908年に実際にドイツで高騰させた高速電気機関車の前身の機関車でございます。原信太郎はこちらの後継機 E103 型電気機関車を1980年、まもなくこの日程にて原模型 BLS AE8/6 型電気機関車の走行を終了させ、11型水色の大正時代の木製電車が走行いたします。こちらもぜひお楽しみくださいませ。この後の原模型の走行につきましてはジオラマです。早いね。すげえ。